当にありがとうございます。そして、今期皆様方に、多大なるご支援をいただき、またご協力をいただき、本当に感謝しております。1年間ありがとうございます。今期 J1 初参戦ということで、正直な今の気持ちは、とてもタフな1年だと思っています。選手は1試合1試合全力、そして目いっぱいに、プレーするもので、今年は怪我人が多く、そしてシーズン終盤では、多分、疲労の蓄積により体調を崩す選手も多く見られました。今日も何人か体調を崩して来ておりませんが、ご了承ください。そんな中でも、監督はじめスタッフ、そしてここにいる選手みんなの力で、本当にみんなの力で、勝ち取った J1 残留、それを素直に嬉しく思います。また J1 ということで、1年間経験したこと、これは選手、各々にとって大きな財産になるものと感じております。この頑張った経験を今後にぜひ生かしていきたいと思っております。そのためにもまた多くの皆様方のご支援ご協力をよろしくお願いいたしたいと思っております。来季も熱く戦いますので成長して、も
しい、そういう存在になれるように、さらに上を目指そう、私もそんなふうに思いました。ですから、ここにいらっしゃる皆さんに私は申し上げたいんです。モンテリオンが上を目指すからには、というよりは目指すからこそ、目指すからこそサポーターもファンも、それからスポンサーも二十一世紀協会も、そして県もですね、それぞれの さらに上を目指していきたい、目指していこうということを私は申し上げたいと思います。話は尽きないわけであります尽きないんですけれども、いくら言っても私の言葉でですね、今回の喜びを表現することができませんので、そろそろ3本締めで、締めたいというふうに思います。2010年シーズンにおきまして、モンテリオン山形がさらに活躍するように、そして、今日ここにご参加の皆様方が豆で達者にますます活躍されますように、そして3番目には来年のこの会がですね、もっと嬉しい会になるように記念しながら3本締めで締めたいと思いますので、よろしくご唱和お願いいたします。